はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は大阪府の貿易の営業事務の正社員2年目、51歳の方の給与明細です。最終学歴が大卒で、仕事内容は貿易事務、輸出入の書類作成、物流アレンジなど、営業アシスタント業務としては国内と海外との売買単価交渉、納期調整、書類作成、 社長秘書業務として出張やミーティングのアレンジ予約など総務業務としては人事関連書類の発案作成必要な資格やスキルは貿易事務の実務経験メールや電話での海外とのやり,とやり取りのためのビジネス英語秘書,秘書業務経験があればなおいいかと思います勤務時間が在宅勤務で稼働時間自治のため特に決まった時間はありませんが時差に合わせて調整しています 対アメリカで3時から6時、タイ国内9時から14時、タイヨーロッパで18時から20時の間で、必要があればメールや電話の対応をしています。えー、収入が月収45万、年収560万、ボーナスなしで、えー、貿易事務をしたい家庭のアドバイスとしては、商社で25年働いていましたが、独立した元同僚から誘われた形です。いろいろなコネクションを作っておくのがいいと思います。<laughs> で給与で、 えー、まあ、固定みたいで、えー、総支給が60万で、えー、1年間固定で、えー、そこから工事引かれて、えー、手取りが、えー、まいたい45万くらいという感じですね。えー、まあ、年末調整とかがある月は手取り50万超えたりっていう感じです。えー、まあ、年収でいくと720万、えー、支給であるので、 かなりすごいと思います。まあ、ただ、商社で25年働いていたということで、えー、まあそういった経験があっての仕事なので、まあなかなか普通に着くことはできる仕事ではないなっていうふうに感じました。今回はこれで終わります。チャンネル登録・高評価お願いします。